今回春日と一緒にベストコンディションに仕上げていく仲間は3回目の出演でございますね。レーザーラモン RG さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。仕上がってますね、髪型が。お願いします。まあ、1回目はね、ちょうど1年ぐらい前ですかね。ちょうど1年前のこの道いらん長いかな。そうですね、いただきました。はい、いつかのときです。はい、あのラグビーのね、ラグビーマイケル選手で、あれ、あれはすごかったね。すごかったです、ね、すごかったです。さあ、そして、はい、2回目のご出演でございます、田中美佐子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。本当に私もうこの辺はね、全部あのこの界隈全部庭ですから。武士といえば石原良純。はいはい、イメージあります。もうこれから私ですから。お願いします。奪いに来た。あ、そうですか。だって彼住んでないからね。ああ、そうだ。私ここす近く、すぐ近く住んでる。あ、でもちょうど1年前ぐらいに、それこそちょうど1年そうだ、スイッチ押しちゃったな。一応と思ったよ。すいません、気をつけて。そのつもりはないんですよね。振りがね、振りが、ちょうどだからこの夏の時期に、あの吉住さんに連れていろいろ葉山の、あれは葉山のあたりでしたけど、まあ、葉山、私住んでたからね。だから吉住さんは、はい、あの大体私知ってるとこ。大体私。あ、そうですか。そうですよ。なんか俺が案内してやるとか言って、なんか。違う違う、あれは全部お父さん教えてもらってるとか。そうなんですか。うわ、そうなんだろうか。ね、だから私は自分で足で見つけているとこだし。これはちょっと楽しみですね。もう本当任せてください。その裏テーマが欲求タイプ。ことに、ね、なるかもわからないですけど、いや、負けてない、負けてない。頼む。ベスコングルメ夏の寿司へ、田中美佐子さんが知る人ぞ知るおすすめスポットを案内。目指すは今が旬、極上アジフライ。日曜夜6時30分。